これはみんなが知ってる世界とはちょっと違う日本でのお話。みんなの世界とは違って、俺たちの世界にはおとぎ話の英雄たちが本当にいるんだ。俺は世の中のことはまだあんまり知らないけど、へんてこな奴らがいたり、不思議なことが起きたり、まあまあ退屈しない世の中さ。これはそんな世界での俺の最初の冒険のお話。とある嵐の夜にあいつと出会ったことが全ての始まりだったんだ。
よっ、カモン。ヘイヘイ、ほらよ、あら、そら、ほい、ちゃう、それ、そら、ほらよ、くれ、はぎゃ、どうしゃ、ほらよ、そら、あら、それ、そら、それ、ちゃう、そら、
貴族のバケルに正しき行いをすることにおいて我がヘンゲの許可を与える。ヘンゲ解禁。Thank you.
ツースリー。
っしょいわっしょいわっしょい。俺の勘見事でござる。あっしょい。てやんでい。おう。うん。
KO じゃ。
い。やるじゃねえか。おっせ。トレーニングしましょう。おっせ。いいね。
やったぜ。もう、うん、かありがとうね。日本全国津々浦々にはびこった邪気を、七草の名においてその横島な気を払いのける術を発動する。競りの名において邪気に競り勝ち。ナズナの名において邪気の汚れを撫で洗い。五行の名において母のような深い愛を持って。箱べらの名においてハエがはびこる土地に。バブブブバブブブブバブブブバブバブブブブ。鈴名の名において平穏を呼ぶ鈴を鳴らし。鈴代の名において汚れのない清白な大地を取り戻す。秘術七草かゆ。
げるよ。
ケル。よっしゃ、バケル。